アワーが2790時間。2021年4月に浸水ですから、まだ3年とちょっと。光年式の気象艇アラシオ DE40F、 巡航スピード約23ノット、マックスは32ノットぐらいです。足元が引っかかることなく思いっきり釣りが楽しめるフラットなデッキ。これ特等席じゃないですか。ここバウデッキには背が高いレールとリーニングシートを設置されています。めちゃくちゃ広いもん。ここがサイドデッキの幅は66センチ、高さもあるし、高さは68センチ、結構ワイドなサイズです。ここに9メートル、定員は13名で登録されています。次回の検査は定期検査、2027年4月です。お、これはソナーの昇降装置。循環の海水ホースはモーターポンプかヒューガルポンプで作動させます。普段は生けすに水を張ってモーターを使用しますが、エアコンなどを使用中で電力が足らない時など、そんな時はヒューガルに切り替えて組み上げたりもできます。これにつないでホースで、これにつないでして開放するならば出るような感じで、ここがこんな感じに改造してあります。ハッチは椅子代わりにも使用可能です。いっぱい生けすですね。結構でかいね。広いわ。すごいいっぱいあるもん。これエアーですか。エアー、はい、エビ化したり青物いっぱいついた。正面にモニターがついてました。光電の魚探が外からも見えるそうです。この集魚灯とレールは付随しません。JRC のレーダーは光電に入れ替えます。この両サイドにある四角い集魚灯、それとスパンカーの上にある丸い飛来針、これも付随しません。ここはお手洗い？広いね。もう圧迫感がない。後ろにもこれが水、海水で、これがエアー、ブクブクが。 DE40 を30センチ短めて作られたカスタム艇です。ラダーもシンプルな設計になってます。ここを30センチ短めてヤンマーに作ってもらったそうです。なぜかと言いましたら、現在の保管場所が13メートルまでしか係留できないそうです。電動リールの電源もセットされています。これがエアーだね。ここにリモコンがある。4つダイヤルがありますね。超楽リモコンっていうのかな。こんな感じで。このダクトはマリンエアコン、ピンスポットで当てられるように工夫されています。JRC のレーダーは光電に入れ替えられます。これとこれとこれは取るっておっしゃってました。これはそのままお付けされます。ここにモニターがある。エンジンルームが見える。で、光電の魚探に、これがソナーのモニターです。これは GPS 魚探。マロールのオートパイロットとオートスラスター。
あ、取説なんかも全部揃ってる。で、ここに吹き出し口があります。で、これがインバータ 3kW、 あの魚探が見れるモニターがついてます。この辺の私物は取り外しますので、これはこんな感じになってます。ここからエンジンルーム、